見れば見るほどです。はい、まあいろんなことがありますけれども、世の中引っ張っていくのはやっぱりね、一番大きな力は政治の力というのは、はい、なんか地球上を左右するようなね、うん、各国のこの政治によっては、はい、ということですがね、はい、だから政治家に対してもいろいろ注目が集まるところですが、注目が集まるということでは、ブルック夫人の恋人たちさんから、お偉い国会議員様で、農水政務次官の、中川議員がですね、これまたご立派な自民党様の素晴らしい国会議員様で、妻子もある、人と、なんかこの、路中写真を撮られちゃったらしいですね、というのはね、ちょっと話題にもしましたね。路中の路中は、路上で中の方の路中。そういうことですね。はい、これはあの道路交通法違反ではないですけども、まあ、あんまりそれでは縛りません、はい、それでは縛られてない、はいはい、軽率でしたとかいう中川さんの反省コメントもあるみたいですが、ノープロブレムです。基本的に中川さんはフリーですし、お相手の国会議員様は偉くて会所もある人でしょうからね、うん、まあ、相手が妻子、ね、がありますからね。指を絡めての路中、週刊誌はそれ以上の行為をスクープできんもんですかね。中川さんの動画だったら素人分けあり熟女シリーズ以上のヒット間違いないと思いますけど、何の話をしてらっしゃるのかしら。今後は国民の目の保養のために、路上で野外で他人を気にせず行為に勤しんでいただきたいなと、まさに人の恋路はワクワクしますということです。デビルウーマンさんからも、あ、綺麗だしちょっと色気も残ってますよね、中川さん、中川一子さん、うん、ね、56歳で49歳の年下議員と路中ということで、はい、羨ましいなこっちとらもうカッサカサでさ、カッサカサ5秒もキスだって羨ましいわ本当にと羨ましがる女性のリスナーの方、元山奈茂さんからいただいております。元山奈茂、はい、名古屋出身の方ですか。はい、非常に若いんですけども綺麗ですけど、名古屋弁がひどくても、私はもう路中してたのも喋るたびに名も入れるんです。あんまり若い人で名古屋弁喋ってても若い人で名も言う人少ないです。それが元山名もという人の特徴です、はい、路中先輩ね。はい、路中あの、西川農水大臣が辞任された日の夜にということで、さあ、細野さん、あなたの出番ですよと、野党がここを徹底的に追及するには、やっぱり、はい、細野さんあたりが、けしからんじゃないかということでね。そんなこってね、なんでわざわざ細野さんなのかしら。わからないです。わかりませんか、わ、はい、かりますね。はい、アナゴン帽子さんからも、細野モナのようなかっこいい不倫でなくて、おじさんおばさんの生々しい不倫はいいですね。いいのか。何が良くて何が悪いのか。田地美子さんからもいただいておりますけれども、中川さんはね、元財務大臣の亡くなったイケメン議員、中川翔一さんの未亡人、おまけに中川未亡人は56歳には見えない美人。7つ年下の、これ、加藤議員ですね。加藤さんですかね。口づけは、時間にして、5秒にも及ぶディープなものだそうです。ということですかね。うん。5秒。その結果、中川さんは、なんか、その、ね、男性議員から変な病気でももらったのか、体調不良を起こしてね、緊急入院してしまいました。ね、一時してましたね。路中殿によってなんか感染して入院したんですか？そんなんではないと思います。そんなんじゃないの？体調不良。うつらへんの？あれは別に何にもね。まあまあ何にも言うたら厳密なんかいろんなものは移ったりする、うん、あの赤ちゃんとお母さんの中でもいろんな菌が移ったりしますからね。ああ、そういう、それも含めれば何かあるかもしれませんけど、赤ちゃんなんか、はい、とっくにファーストキスはお母さんとかお父さんに奪われてますね。もちろんもちろん、はい、はい、初体験はお父さんお母さんだと思いますよあれ本当にもちろんね、はい、はい、ということで巷ではですね、企業献金問題で与野党が入り乱れているというのに、企業献金とは縁のない二人は酒を飲んで酔っ払っての口づけですかということで、これはね大変あかんなというように言われてますけども、うん、この人が書いていたように、うん、そのちょっと前まで、うん、いわゆる企業献金の問題、安倍さんもそうだろうと、はい、から文科大臣もお前どっからもらってんだよとか、あれが一気に飛びましたね、うん、だから安倍さんなんか非常に感謝してると思いますよ、この路中に対してはねえ、うん、もっと議論してほしいのはね、だから大事な時にこれから君もね路中するようにと、ね、こっちに矛先を向く前にあんたが路中することによって全部そっち行くからというような秘密のね、あの伝令が下ったとも言われてます、ね、それは聞いて、まあ、聞いてますけど、でも実質確かにそれでちょっと飛んじゃったりしたら、ちょっと飛びましたよね、大事な話はちゃんとやらないといけません、覚えてないといけませんね、ね、
マチャさんも大体ね、夜の六本木でね、中はあかんと思います。六本木が似合うおばさんはアン・ルイスだけです。アン・ルイスだけ六本木真珠歌がありましたもんね。まあ自由と人権尊重主義のフランスだったら大統領が不倫しても許されるけど、ここは日本だでね、党の本人たちは酒の席だから酒を言い訳にしてるけども、私が酒を飲んでも誰もチューしてくれんよ。総理さんだって酒飲んでも誰も坪井さんにチューしてくれないでしょ。大概の人は酒飲んでもそうチューはせんですよ。ね、酒のせいでって言うけど、酒飲んでチューできるんやったら私もどんどん毎日酒飲んでますやん。そうだけどいつもほら文句言ってるでしょ。どんなにお姉ちゃんがペロペロに酔っ払って、うん、酔っ払っちゃったって言って酔っかかっても、うん、絶対自分のところには酔っかかってこない。コンコンコン、もうどんなにも意識が白濁としてても。学生時代、コンパやった時でも、バーンとみんなでわーって入り乱れて飲んでるけど、見ると、あの子むちゃくちゃ酔っ払って男の血が誰かかっとる。あの子は酔うとそういう女やというか、わざわざ、どうもどうも言いながらコップ持って、いやー、ここ盛り上がってるねとか言いながら、わざとその子の横に座って、いやいや、とにかくさーとか言いながらっても、全然俺の方に来おへんや。反対側に寄っかかってくる。反対側の方に。磁石反発してんのかいうぐらいの、ね。そうや、はい。見るとやっぱその男はええ男だわ。そうそうそう。ね、そこはね、はっきり分かってる。分かっとる。どんなに酔っ払って。はい。あのね、橋本聖子の時もね、やっぱチューしてましたけど、みんな自民党の、女性議員の人はチューが好きですね。寄ってってもでもしてくれないよ、坪井さんはね。ああ、そうか。はいはい。まあ、中川さんだったらあれやな。誰やったら嫌やの？いや、それやったら突き詰めたらあかんやん。何やねん。あんた突き詰めたろか、よう言うやんか。何が？あの人綺麗やなとか言って、うん、私がよう言ってるやん。はいはい、あの人綺麗やな、あれ、ちょっと俺と付き合ってくれんかないって言ったら、あんたにはもったいないわ。ほんなら、この中で誰やったらもったいなくないか、言ってみこれ突き詰められると困る話題ってあるやろ、いろいろ。ね。なんでしょうね。はい。だいたいお金があるんだから、路上でチューなんかせんでも、それ相応の場所で密会すれば済む話じゃないかと、なんか叱ってるような、どんな立場かよくわかりませんが、はい、一時の恥さんからもやっぱりね、橋本聖子ちゃんを思い出しますですね、ということでね。うん。うん、ナースのナスさんですが、まあ、それで入院しちゃったらしい。まあ、出てきましたけどもね、はい、その後。すいませんって謝ってましたけど。うん、はい。誰に聞いても病名はね、わかりますよ。どんな病気で。なんか、チューした時になんか雑菌が移ってないかとか、いろんなことがありましたけども。はい、そうや、誰に聞いてもわかります。それは食中毒ですよ。中毒。なんかね、いろんなことがありました。はい。